に下ってまいります。先ほど停車しました赤水駅から次の高田駅間は190メートルもの海抜差があり、これは60階建てのビルの高さに匹敵するほどです。そのため列車は一気には下りきれず、このようなスイッチバック運転を行います。スイッチバックのご案内でした。まもなく火星の2に着けます。こちらです。取り口は右側です。